皆さんこんにちは。 CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです。本日は3月2日水曜日、ガエタメ .com のマネークチャンネルコラム更新日でしたので、そちらの、ニュース内容をお知らせしていきたいと思います。ヒロピーの10分でわかる FX ニュースです。当然お題はウクライナ情勢ですね。ウクライナはロシアに侵攻、日に日にですね、過激な攻撃を始めております。その中でですね、原油が110ドルまで急騰したりとかですね、またコモディティですね、小麦とか、鉄鉱石の価格が、鉄鉱石じゃない、小麦の価格が上昇しており、コモディティ価格に徐々に資本が向かいつつあります。これはかなりインフレを意識した値動きで、しばらく資源国通貨系が強そうです。その他、単純にコモディティを商品先物ですね、売買してる方が儲けやすい相場なのかなと思います。そして貴金属でいうと、ゴールドですね、ゴールド買いもいいのかなと思いますが、それぞれ、見ていきましょう。はい、まずですね、ポイントは、ロシア欧州経済の依存度が低いエリアに、焦点を絞りましょう。2つ目がですね、ロシアやウクライナの輸出品目、ロシアですと天然ガスや原油、そして小麦が、大きな産業の一つとして占めておりまして、でついでに言うとウクライナも小麦多いです、生産量。その他、鉄、鋼、鉄鉱石などの類もですね、ウクライナは結構輸出しておりまして、そのあたりのしわ寄せが他国に移るだろうというふうに考えております。当然ロシアウクライナなので、輸出先は EU 各国がかなり占めてるのかなと思いますが、そこから購入していたものをロシア、ウクライナではなく他国から購入しなければならない状況になると思います。ウクライナ情勢も不安定なので、工場の再開とか、仕事の再開が簡単にできるものではありません。日に日に攻撃を増しているロシア軍からの、横槍がですね、ウクライナ経済をしばらく衰退させるのではないかなと思います。でですね、そこで、最も、恩恵を受ける可能性が高いのはオーストラリア、5ドルですね。はい。で、オーストラリアは輸出の、一番大きいものは石炭、いわゆる天然ガスとか原油の代替燃料ですね、いわゆる火力発電所向けに、石炭多く使いますので、天然ガスからの、移行ですねが、考えられる。その他オーストラリアは次、鉄鉱石ですね。はい。鋼製品類なども、ウクライナから輸入できなくなるので、やはりそういった、鉄ですね、金属類の需要は生まれるだろう。さらに、ウクライナの国内がボロボロにさせられてしまっているので、そういった意味でも建材の需要は将来的にはあるでしょうと。はい。そういったところでオーストラリア、鉄鉱石と石炭の、需要がですね、しわ寄せ的にいろいろと世界各国からニーズ、オーストラリアの産業にですね、ニーズが生まれるのではないかな、拡大するだろうというふうに考えております。はい。で、次カナダ。カナダは当然小麦の輸出量が多いです。で、小麦の輸出量、生産量じゃないですよ、輸出量が多い順で言うとロシアで、次はアメリカなんですよ。で、次中国、そしてカナダという順位になっております。そこでロシアがナンバーワンのロシアがなくなりますので、つまりそのしわ寄せはどこに行くかというと、カナダとかアメリカ、そしてフランスじゃないかなと思います。実はウクライナも第5位、5位とか6位なんですね。はい。年にはよります。で、そしてですね、なんとオーストラリアが実は世界7位でした。ここはあんまり調べてなかったので、なんとですね、輸出品目のうち、世界の上から7番目がオーストラリア、小麦も結構輸出してましてですね、その比率は年度によるんですけど、5% から、7%、の割合がオーストラリア占めてるので、ここでまたさらに小麦の輸出の拡大が、要請される、要望されるのではないかなと思います。つまりですね、オーストラリア、
に、代替するものが結構詰まっておりまして、これはただでさえ経常黒字が、ここ数年増えてきたオーストラリアですが、さらなる伸びしろが出てきたというわけですね。つまり通貨高の方がお得、利上げする方がお得になる可能性があるので、いい加減もしかしたらオーストラリア利上げ方向に舵を切り始めるポテンシャルもありますし、カナダもそうですね。はい、2つこの2カ国に注目して、トレーディングしていくとかなり妙味があるのではないかと感じます。はい、そして、注目のユーロ豪ドルでございます。月足ですね。月足なのでローソク足12本で1年分なので、直近1年間は1000ポイントぐらいの間でうろうろしていた横ばい相場ですね。まさに今の 1.5250 の下限ラインをサポートに、ここ1年半ぐらい、うろうろしていたわけなんですね。それが上方向か下方向か、下方向にブレイクすることとなりそうな雰囲気です。でもし割れるとすると1.50は当然ですが、 1.40 方向まで進むのではないかというふうに考えております。2011年12年とか、もう一歩前だとリーマンショックもそうなんですけれども、まあこのユーロ豪ドル、ユーロオージーっていうのはトレンドが出ると1000ピップスどころじゃないですね。1500、2000、3000と走っていく通貨ペアなので、特にギリシャショックの後は非常に取りやすかったですね。2011年、2012年あたり。はい、そこからの反発の2013でも良かったですが、一方通行で動きやすい可能性があって、もしかしたらギリシャショッククラスの、ものになりうるのではないかなと、今回のロシア・ウクライナ情勢ですね。それを感じてショートトレードを開始しました。4時間足とか日足で見ると、こんなところから突っ込むかいと突っ込む、皆様から突っ込みが起こりそうなんですが、突っ込んでみました。はい。これは週足、月足トレンドに派生すると、全然ここから1000ポイントは、下落するポテンシャルは十二分ある。ファンダメンタルズ的にも、もうもはや欧州各国、プーチンを許す気はなさそうなので、徹底的に経済制裁をして、ロシア依存をもう懲りたでしょう。ロシア依存を極力、なくす方向になると思います、今後世界は。ですので、しばらく欧州の経済の、ダメージは受け入れる方向で各国政府はもう覚悟しているでしょう。そういった意味ではユーロは下落します。はい、ユーロが高波に移ることはもうなくなるでしょう。でさらに、インフレスタグフレーションが襲う経済に直面すると思いますので、やはりユーロ売り、しばらくは買えない、利上げをして通貨安みたいな、そんな方向にもしかしたらトルコじゃないですけどもなる可能性もややあるかなと思っています。それぐらいちょっと今後1年2年苦しい経済に直面するかもしれませんね、欧州は。はい。それでですね、その日足ですね、ちょうどもう打診売りしちゃったんですけど、突っ込んで、日足でレジスタンスラインが 1.35 の55あたりに引けるので、50ぐらいから戻り売り差し値注文を入れて、本ポジションは、本命はそこ。ただしですね、1.5250 近辺を割れてしまうと、いわゆる先ほどの月足のサポートを割れることになりますので、走っていきますよね。はい。つまり、月足で完全なブレイクアウト、下落トレンド再開となりますので、また再び戻り売りのトレードが4時間足、日足でたくさんできるようになってくるはずなんです。と思います。と思いたい。はい。ですので、これにちょっと期待した、世界のですね、ファンダメンタルズ、ちょっと中期的な見通しですね、の、方向で資本が大きく動く局面ですから、この波に乗りたいと思ってですね、トレードを始めます。逆にですね、1.5250 をしっかり割れて、1.50 ぐらいまで行ってから 1.5250 まで調整したとこを、さらに売り込みに行くぐらいのスタンスです、僕は。はい。それぐらいの、中期的に見てトレードしていく予定です。はい。ユーロオージー、ガイタム.comポジションです。注文の、ポジション情報を見てみると、
6割弱、57、8%ぐらい買いに偏ってますね。これは非常に危険なような気がします。まあそれはしょうがないですね。こんだけ一直線で落ちてるなら逆張りするでしょうと、はい、この 1.52 を割れたら投げが結構出るかなと思います。さすがに投げるでしょうと、うん、突き足しわしポイント、はい、ですのでこれは別に日本国内だけじゃ限らないと思います。世界中の FX 会社も似たようなポジションになってるかもしれません。はい、はい、もう一つ、まあユーロ円、実はまあポジション持ってるんでユーロ円もチャート分析しておきます。天井圏で平行チャンネル、やや右肩下がりの、レンジ相場を作っておりましたが、間もなく平行チャンネルの下限、そしてサポートラインが引ける、まあ、約127円付近なんですが、まあ、ここを割れてくるとコロナ相場で大きく上昇した上昇トレンドを大きく調整する局面に入るでしょうというふうに考えてます。まあ、20円ぐらい上がりましたから半値押し、10円ぐらい調整しても別に違和感ありませんね。まあ、つまり125円ぐらいとか124円ぐらいまでは行っても何ら不思議ではない。週足レベルで見ると。ですので、まあ131円の手前からポジションを、ショートポジションを持ってるのですが、まあ、徹底的に引っ張って、細かいところで、小さく戻り売りを入れていくような戦略をイメージして、今月は勝負していこうかなと思ってます。ユーロ円ですね、買いが偏り始めてますね。だいぶ売りが多かったんですが、直近の、逆張りトレードが盛んなのかな。もしかしたら ここのサポートラインを意識して買いが溜まり始めてるかもしれません。はい、まあ、40もだいぶ売りに偏ってたのが解消されて、一回売りトレードも利食いしてますね、これだと。で、逆張りの買いが入ってきてるので、まあ、また 50% ぐらいまでに戻れば、晴れて127円ブレイクしていくような気もしなくもないなというふうに見ています。当然、この127円台にはたくさん売り、差し値注文が準備されているので、これらのストップは127円割れにしっかりと並ぶのではないかなと思います。当然戻り売りも皆さん狙ってますね。はい、狙ってます。逆にここは戻り売りをつけさせたくないなぐらいでは個人的には考えます。はい、まあそんな感じでですね、ちょっとユーロはですね、欧州各国も決断をした、決意をしたような気がしております。ロシア依存をもう確実に落としてくる、まあ、プーチンが倒れて西欧寄りの思想を持った大統領首相が出てこない限り苦しいかな。別になったとしてももう疑ってかかりますよね。最初はもうちょっと信用ならないとなるので、その国交回復にはまだ数年以上これからかかるはずです。これからまだ悪化する可能性の方が十二分高く、そしてそこから回復するには、国交回復するには、まあ、5、6、7年10年近くかかるのではないかなと思います。といった意味では一定期間はもう欧州経済打撃を受ける覚悟の上での対応を今、マクロン大統領とか、ドイツのショルツ首相とか、イギリスのボリス、首相とか、覚悟を決めておりますので、そのロシア依存を減らして、一定のダメージを受けながら再生を図るような方向に舵を切るのではないかなと思っております。そしてこれに反対する欧州各国は一カ国もおりませんので、やはりそうなるでしょうというふうに考えます。はい、今週は、3月第1週目なので雇用時計ライブですね。ゲストは JFX の小林社長が来社いただいてですね、いつもより30分拡大放送とさせていただきます。21時半からですね、いつものシェイクサル投資チャンネル、こちらのチャンネルからご覧いただけるようになってます。当然チャンネル登録もお願いします。ぜひともですね、おしゃべり集団になりながらワイワイガヤガヤ、ウクライナ情勢に、ですね、FX の、ポジショントークも交えて皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。以上、本日の、ヒロピーで10分でわかる FX ニュースでした。この動画が良いと思ったらグッドボタンを。毎週金曜日に相場展望ライブも配信しています。見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。